ここは日の光が降り注ぐ地中海沿岸の美しい港町。この海岸沿いの沖合に11年の歳月をかけテラグリジアが建造されました。テラグリジアは最新のインフラを備えた海上都市であり、衛星を使った太陽光集積システムなど建設中からその環境に配慮した都市設計で世界の注目を集めました。しかし2004年、開発反対を訴える組織ベルトロによってこの町でバイオテロが引き起こされました。ウイルス散布と同時に生体兵器 BOW が放たれたことにより、事態の収拾は困難を極め、隔離された海上都市で被害は広がり続けました。 FBC は大国政府主導による最大の対バイオテロ組織として設立され、テラグリジアでの対応において指導的役割を担いました。一方、国家間の利害を超えてバイオテロ対策を行う NGOBSAA はオブザーバーとしてテラグリジアに入り、 FBC のサポートに当たりました。対策本部は被害の拡大を防ぐため、都市自身の発電システムを利用、自壊させることで被害を最小限にとどめたとしています。テラグリジアパニック、人々は消滅した都市の名を取り、この事件をそう呼びました。その後、実行犯であるテロリストグループベルトロの壊滅を FBC が発表、事態の収束宣言となりました。2005年現在、ここには静けさと落ち着きが戻りつつあるかのようにも思えます。しかし、ご覧のようにテラグリジアの廃墟は隔離され、バイオテロへの恐怖を人々に思い起こさせるモニュメントのようにその姿を残し続けています。自らお出迎えとは珍しいな。ああ、医者が運動しろとうるさくてな。君らもこの辺り一帯を FBC が封鎖してきたことは理解しているな。だがこの数週間、正体不明の漂着物の情報が相次いでいる。 FBC の隠蔽体質も海から流れ着くものは止められないってことだ。場所が場所だけにウイルス汚染が疑われるのも無理はないわね。ああ、我々 BSAA もようやく現地調査にこぎつけたわけだ。クエントから例のものは受け取ってきたか？ああ、愛称はジェネシスだろ。正式名称は何だっけか？マニュアルを読んできてないの？いや、持ってきてはいるが。ものは試しというしな。早速そいつで調査を開始してくれ。ああ、あったぜ。何をしている？
ああ、これはひどいな。しっかり腐敗している。白濁した肌。見たことのない生物だわ。ジェネシスを使ってみろ。ああ、解析には一定量のデータが必要だ。付近の漂着物を探してデータを集めてくれ。解析結果はどうだ？あ？色男と表示されたか？ジル、こいつを見てくれ。体内に何か反応があるわ。ジル、そんなに俺に興味があるのか？注意しろよ。やるわ、慣れっこだし。何かある。これは全て人為的な変質なら証拠になるかも。こちらで調べておく。お二人さんは調査を続けてくれ。ああ、海向こうに見えるのがあのテラグリジア跡だ。あれから1年か。まだサンプルの解析データが足りんようだ。引き続き調査を頼む。動いた。やっぱり、ハガ。新型のウイルスならば厄介。見ればわかるか。叩き潰す。に慣れているな、ラクンシティの英雄さん。あなたこそパーカー、元 FBC だって聞いたわ。ああ、志願して BSAA に移籍した。戦うためにな。ああ、二人とも無事だな。警戒を保ちつつ引き続き調査を進めてくれ。まだデータは揃っていないぞ。周辺をくまなく捜索、漂着物を探せ。この匂い、腐敗でガスが爆発した。散々だな、ジン。
これで解析データは 100% ね。ご苦労。ひとまず私のところに集合してくれ。何だってんだ。まだいたか。排除しろ、ジル、バカ。ようやく静かになったな。さすがだな、ジル、パーカー。よし、もうデータは十分だ。集合してくれ。どうした？早くこっちに来てくれ。FBC が封鎖した海岸に流れ着いたことも偶然とは考えづらいぜ。すべきことは行った。あとは本部に戻りデータ解析の結果をマスターしよう。緊急連絡だ。私だ。何だと？状況は理解した。あとはこちらで対応する。だが計画は前倒す必要がある。今すぐだ。分かった。では頼む。ジル、パーガー、君らにはこのまま動いてもらう。一体何が？クリスとジェシカの連絡が途絶えた。原因は？不明だ。二人を最後に確認した代表を君たちの端末に転送する。会場で通信リンクが切れている。二人ならベルトロ捜索で雪山では。この位置から判断しておそらく二人は船だな。私はこれから本部に戻り捜索の指揮を取る。二人の行方を追え。了解。